はい、どうも。石川県の金沢を中心に全国そして世界を飛び回って笑いとスピリチュアルの融合、そして目に見えない世界の見える化を推進しているチャンネルはリュウです。どうも。はい、今日もですね、質問が届いておりますので、その質問にお答えしたいなと思います。自分に適した人間関係の作り方と、いうことでですね、はどんなですかというふうに質問が届いているんですけど、なかなか、一言ではお答えしにくいというか、難しいような、ご質問ですね。はい。もともとですね、私も、営業職でしたので、長くいろんなたくさんの方とね、接する機会がありましたけど、チャネラー流視点で、そういう経験も踏まえつつお答えすると、人間ですね、いろいろ価値観が違う方たちが、いるわけなんですけどもね、はい、これまた、特徴っていうのが、それぞれ、あるんですね、皆さん。で、大体こう4つのタイプに、特徴を分けることができるっていうふうに言われてます。で、これですね、まず1つが感覚型という。感覚でパッパッパッと動いていくような、思いつきでね、動いていくようなイメージの感覚型。そしてもう一つは、手動型。手動型。これはそうですね、イメージ的には、ワンマン社長みたいなね、イメージですかね。何でもパッパッと決断していって、もう仕事大好きっていうようなイメージの人、タイプの人ですね。傾向ですけどね。で、もう一つが有効型。有効型はもうみんなと波風を立てないでおこうと。いうようなタイプですね。はい、いや、とても優しい感じのイメージですね。はい、サザエさんで言ったらもうマスオさんみたいなイメージが有効型です。で、もう一つは、分析型っていうタイプがいます。この方はすごく数字が大好きですね。はい、データが好きっていう傾向があります。あとはこう段階をね、踏んでいくっていうのを、得意としてるタイプの方になりますので、こういう人それぞれね、これどうだろう、心理学の本とか、見ればね、いろいろ出てくると思いますので、ちょっと検索してみると、スピリチュアルな視点じゃなくてもですね、現実社会として役に立つような情報はあると思いますので、スピリチュアルと現実世界のバランスっていうのもありますから、まずその辺で自分で探してみられると、いいのではないでしょうか。はい、ということで、こちら、今ですね、友達登録キャンペーンやってます、LINE のね、この、QR コードですね、読み取っていただければすぐ、友達登録画面に移りますので、すぐ登録していただけます。で、登録キャンペーンとして不動明のパワー付き画像をプレゼントしてますので、あなたの邪気を払ってですね、幸運を呼び込む、画像を今プレゼントしてます。さらにですね、僕のホームページ、そしてブログの情報なんかも、この下に、リンクを貼り付けてありますので、そちらからぜひまたチェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで、チャンネラー、リュウでした。